トカちゃん。どうもトカゲのテンです。はい、みんなも出てまーす。ということで今日も見たってな。はい、しっぽちゃん、赤太郎、はなちゃんの部屋にじゃじゃーん、やっと鍵つけんね。これでもう脱走できへんなるわ。この鍵な、ずっと探しててんけどな、なんかどこにも売ってなくてな、やっと見つけて。さあどうや赤太郎。何したんそれ、出られへんやんか。ちょっとやめてよ。はい、今度もたまに脱走するしっぽちゃん、これでもう脱走できへんで。おい、マジでやめろや、マジで。はい、はなちゃんは脱走したことないんやけど、まあついでにね、一応。うん、はなちゃんは大丈夫やけど、うん。はい、ということでみんな脱走できなくなりました。まあなんかあってからやったら遅いからな。で、赤太郎なんやけど神経障害な、もう1週間ぐらい薬飲んで、その後お医者さんがもう様子見ながら薬一旦やめてもらっていいですよっていう感じやったから、もうその後ずっと薬やめてんねん。で、今現状としてはな、まあ外出たらたまにプルプルするぐらいで、普通にケージの中にいてるときはもうほぼほぼ何もないって感じやね。元気やし、ご飯も食べるし、うんうんもちゃんとするし。みんな心配してくれてありがとうな。ほんで今日はな、この子たちも、影丸とチョロミ、大きなったやろ。今日はママの手の上に乗って日向ぼっこさせて持ってんねんけどな。上に乗ってんのが影マロ、下にいてんのがチョロミ。ほら、尻尾くるくるってして仲良しやろ。チョロミの方がでかいねんけどな。これチョロミ。ドキア。ほら、超ぽっちゃりやろ。見てこの体。尻尾もふーっとい。影丸はスリムやね。あんまり食べへんから。もしかしたらな、チョロミがオスで影丸がメスかもしれへんねんけどな。まあええわ。ほんでこれ影丸、ママがな、なんかキラキラにしたったわ言って水チョンチョンチョンってつけて遊んでて、綺麗やろ。ほんでまたな、おばあちゃんから原巻ちゃんの動画送られてきてんけどな、原巻ちゃん脱皮前でほんまに原巻できた言うて動画送ってきてんけどな。ヘレメチちゃんでつー、見てみ、ヘレメチちゃんのヘレメチエッチ、めっちゃ言える。ヘレメチちゃんビッグやったらね、ヨーディブひっくり決めつけんねんで、超ビッグ取ってあげたらね。ヨギボを独り占めしてるトカゲはまあ腹巻ちゃんだけやろな。ほんでパパがな、ライブ配信ってちょっと一回やってみたいなって言ってんねんけどさ、やったら見てくれる？最低でも10人は見てほしいなーって思ってんねんけど、ちゃんとチャットでさ、こうなんか会話しながらあれできんねやろ。ちょっとまたパパやり方とかちゃんと調べてみる言うてるから、よかったらまた見たって。お願いな。じゃ、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。みんな急に寒なったし、風邪ひきなんや。マジで。